こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、6月に入ったということで5月のお気に入りをやっていきたいと思います。めっちゃ犬鳴いてるね。ご飯の時間なのかな、わかんないけど犬が鳴いてるんですけれども、通常通り行きたいと思いますのでよろしくお願いします。ということで、もうね5月も終わって、4月5月の自粛やっと解けたということで、6月もねあんまり外出ないでね、第2波が来ないことを願うんですけれども、そのね自粛期間中に使っていたものだったりお気に入りだったものを紹介していきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まず最初コスメからやっていきたいと思います。こちらじゃじゃん、トゥーフェイスドのココアコントゥアってやつです。シェーディングとなんかハイライトとか一緒に入ってるパレットなんだけど、2年前、うちの周りはすごい賑やかですね。バイクも通るし、犬も鳴くし、昼間は子供がキャーキャー騒いでる。すごくいいところに住んでます。これね、2年前のLA に行った時に買ったものなんだけど、めっちゃ可愛いのよ。じゃじゃん、こんな感じ。ライトココア、ミディアムココア、ダークココア、ポップアップライトっていうね、この4つに分かれてるんだけど、ここの白2つがハイライトとかフィニッシュパウダー的な感じのもので、濃いところの2つがシェーディングになってます。で、なんとねありがたいことにこのブラシもついてるんですよ。でね、この斜めカットになってるんで、すっごい塗りやすいので、私はここのね白い2つはあんまり使わなくって、違うねハイライトを使ってるんだけど、ここのねダークココアとミディアムココアっていうところがあるんだけど、これを私は混ぜて使ってシェーディングを入れてます。前まではシェーディングとか全然入れなかったんだけど、私ねここのエラがすごい激しい人なんですよ。そう、エラが結構張ってる人で、少しでもねそこのエラを削りたいなと思って、ここのね3の部分をよく引いてるんですけれども、あれ待って、今日あれちょっと待って、ハイライトここ入れてないじゃん、忘れてた。どう、ちょ変わった？あんま変わってないかな。ここさっき入れたんだけど、そういう話じゃなくって、これがすごい良かった。すごい発色もいいし、ココアってここにね書いてるだけあって、すっごいすごいチョコの匂いがするの。だからもう朝からお腹すくって感じなんだけど、すごいね発色も良くって、持ちも良いし、全然ね乾燥しないパウダーになってるんで、すごい私は良かったなって思って最近使ってました。なんかさ、海外のやつってさ、こういう紙のさパレットとかだからさ、なんかすごい可愛いよね。なんかエコって感じがする。まあ中にはねこういうねプラスチックのパッケージのやつも結構多いんだけど、なんかこういうね紙の素材がすごい触り心地が良くって大好き。てかトゥーフェイスドがマジで可愛い。あとトゥーフェイスドと言ったらあのハイライトだよね。めっちゃ可愛いんだけど、最近は全然こっちを使ってる。こっちの方がね色がたくさんあってね、すごい可愛いの。まあ以前にもねこれ紹介したことがあると思うんだけど、すごい可愛いよ。メイクアップレボリューションのアイラブメイクアップハートハイライターマーメイドハートってやつ、めっちゃカタカナ多いんだけど、そうこれねすごい色がたくさん入ってて、寒色系も暖色系も入ってるんで、イエベでもブルベでもどっちでも使えそうだなっていう色です。はい、ということで以上コスメでした。まあ5月とかね自粛期間中、私あんまりメイクしなかったんですよ。まあ10回行くか行かないかぐらいだから、そんなに化粧してないから、あのコスメのお気に入りがこれしかなかった。他にはたくさんあるのでちょっとやっていきたいと思います。じゃあ次、雑貨系。もうここからは雑貨系とか食品系になっちゃうんだけど、こちらじゃじゃん、サボリーノの早く乾かスプレー。じゃじゃーん、これは本当にいいね。以前3年前ぐらいに動画で紹介したことがあるんだけどね、このスプレー。お風呂上がってさ、髪の毛みんな乾かすじゃない。そのタオルドライをした後にみんな乾かすと思うんだけど、そのタオルドライをした後にシューって吹きかけると、普通よりドライヤーで乾くスピードが速くなるよっていうスプレーなの。プラスめちゃめちゃ髪の毛がサラサラになるの。私結構髪の毛もさ、あの長くなってきたし、パサパサになってきたし、前まではね髪の毛乾かすのめんどくせえから、そのまま自然乾燥でやっちゃえみたいな感じだったんだけど、髪の毛がねどうしても傷んできちゃって、やっぱね2ヶ月ちょっとぐらいね、もう3ヶ月ぐらいか美容院に行けてないっていうことで、どうにかしてこのパサパサの髪の毛をこれ以上ひどくならさないように頑張ろうということで、お風呂入った後にねすぐ乾かすようにしました。で、あの最近暑くなってきたし、乾かすのが本当に嫌いなんで、これシューってやって、あの乾かすと本当にすぐ乾く。すぐっていうほどではないけど、まあそれなりにね、あの髪の毛
長い人は時間はかかるはかかるんだけど、普通にタオルドライをした後に乾かすよりかもはるかに早くなる。本当に良かったこれは。でね、結構もうねなくなってきちゃったの。だからね、これからまた新しいの買わなきゃいけないなって感じなんだけど、これね、私が持ってるのがフルーティーハーブの香り、この黄色のパッケージなんだけど、他にもねブルーベリーとかベリー系のピンクのパッケージもあるみたいなんで、ちょっとそれも買ってみたいなって思う。でもね、柑橘系が好きな人はねこれすごいいい香りだと思う。そのサボリーノのさパック、黄色のパッケージのパックあるじゃん、これそれと同じ香りがするので、これからね髪の毛乾かすのがさ暑くてめんどくさかったりとか、あのプールとか海とかに行って最後乾かすのがね長くて嫌だよっていう方はこれをね一本持っとくとマジで便利です。値段もねそんな高くないのよ、1300円。まあ普通にね、まあまあまあちょっと高いかなっていう思う方もいると思うんだけど、普段の髪の毛の乾かすその時間が少しでもね短縮できたらと考えると、1300円って安いなって私は思うのでおすすめよ。じゃあ次はですね、じゃん、クリアケア。あー NO、 こぼしちゃった。はい、これねコンタクトの洗浄液なんだけど、私ねずーっとこのね洗浄液を使ってるので、最近ねカラコン卒業しよう運動っていうのを私の中で働かせていまして、あのやっとねカラコンをまあつけないっていう感じになって、ずっとね透明なコンタクトで普通のコンタクトでいるんですけれども、なんかさ手のひらに取ったコンタクトを入れて液を垂らしてくるくるってやって保存するとか洗浄するっていうやつもあると思うんだけど、私ねどうもねそれがすっごい嫌で、こうやって洗ってる時に少しでも傷つけてなんかコンタクトが割れたりとかしたらどうしようっていうのがすごいあって、そのねことがね心配で、そういう系のやつ手のひらで洗うやつは一度も使ったことがないんだけど、これはですねこれを注いでここコンタクトを入れるところがあるの、右左って LR であるんだけど、これを入れて6時間以上ここで保存しとくだけで洗浄ができるので、これねマジで注意しなきゃいけないんだけど、私一回やっちゃったことあって、6時間以内に5時間とか4時間の時にもう急いでつけなきゃいけないってことがあって、急いでつけたら目真っ赤になっちゃって超痛いのね。だからもう時間は必ず守んなきゃいけないなっていう感じなんだけど、あの普通にね手でくるくるって洗うよりかも手間が省けるし、ちゃんとね洗浄できてるような気がするんで、すごい私はこれお気に入りです。ということで次こちら、プロコン。やっと買いましたよプロコン。前までねスイッチの私ね、これこのねジョイコンを使って遊んでたんだけど、こっちのね昔は緑をつけてたんだけど、緑のジョイコンがこのくるくるがもういかれちゃったみたいで、どうしてもね熱盛りしてるとキャラクターがずっと上に向かって歩いていくのね。だからすごい嫌だなと思って新しく買って、右の方のこのピンクは正常に動いてるんでこっちだけ取り替えました。でね結構ねジョイコンは左側がね壊れることが多いらしくって、左側単品でも売ってるんだけど、任天堂のオンラインショップでも左側が売ってないし、 Amazon でも左側だけっていうのが売ってないので、まあ、仕方なくセットで買いました。本当はね紫とオレンジのセットを買ったんだけど、左側だけあのぶっ壊れてるってことで紫だけ変えて紫とピンクになってます。可愛くない？でこっちも買ったんだけど、こっちもね新しく買ってゲーム実況するときはこれを使ってるんだけど、めっちゃいいね。なんか今までヒロくんのやつを借りてたんだけど、あのみんないいなっていうのがすごい分かりました。今ジョイコンが壊れてる人はジョイコン買うよりプロコン買った方が私はいいと思うよ。まあ、寝っ転がりながらさこうやってやりたい人はまあこのジョイコンが必要だと思うけど、でもさ私思うんだけど、スイッチライトってさこのジョイコン外せないじゃんこうやって、だからさもしさジョイコンが壊れたらどうすんだろうなと思っちゃった。壊れにくくなってるのかわからないけど、どうなっちゃうんだろうねっていう感じです。はい、ということで次はですねもう食品に移りたいと思います。こちらツーラータンでございます。これコンビニで私はよく見つけて買ってたんだけど、中華三昧ってところのスーラータンの春雨スープがマジで美味しい。食べたことある？これちょっと酸っぱい感じのスープに春雨がボトンって入ってる感じなんだけど、本当に美味しいのよ。まあね、私最近ね2ヶ月ぐらいねゆるくダイエットを頑張ってるんですけども、お腹が空いた時とか夜ご飯とかねこれに置き換えたりとかして食べてます。これねカロリーが107キロカロリー、タンパク質 2.0g、 脂質 3.3g、 炭水化物 17.2g。
炭水化物結構高いわね。まあ普通にご飯食べるよりかも全然カロリーが低いんで、これ一杯だけで全然満足するんで、ご飯をこれに置き換えたりとかして食べてます。でね、ちなみによく聞かれるんだけど、ダイエットが成功したらどういうねダイエットをしてきたよっていうのをね、紹介しようと思うんで、現時点ではあんまり紹介しないです。私が実際今やってることがすごい効果なくって、みんなに それをね紹介しちゃうと、あいや全然効果ないじゃんみたいな感じで思われちゃったら嫌だから、効果が実感できたっていうものを紹介するんで、ちょっと待っててください。頑張ってるから。じゃあ次、サクマドロップス。ダイエットしてんじゃないのって思ったでしょ。あのね、ダイエットする中でも1日1個とか1日2個限定でこういうね糖分を取った方が私はすごいいいなって思ってるの。食事制限のダイエットは私は本当に嫌いで、絶対ね、よしダイエットをおしまいにしようってなった瞬間に爆食いして、絶対元に戻ると思うから、まあね、食事制限も大事だけどね、こういうのね置き換えるのも大事なんだけど、その中でもちゃんとね糖分を取らないと頭も働かないしイライラしちゃうしってことで、このね飴をたまに舐めて作業したりとか、糖分を取って気持ちを保ってます。ダイエットって本当に大変だよね。自分次第で全てが変わるからさ、きつくしすぎるのも良くないし、甘やかしすぎるのも良くないから、まあ程よい感じでね、少しでもね自分にご褒美をあげるっていう感覚でやるとね、私はダイエットはいいのかなって思ってやってます。ということで次が最後です。じゃじゃーん、プロテイン。初めて私プロテイン買いました。なんかアマゾンでプロテイン美味しいおすすめみたいな感じで調べたらこれがね出てきたんで買いました。とりあえず買ったって感じ。やっぱり人間ってあんまりタンパク質を取らないらしいのよ。食事の中ではね、自分の必要なタンパク質を摂取するはするんだけど、なんか目標値に達しないから、筋トレしてもそのね筋肉に代わるタンパク質があんまり少ないと、筋トレしてる意味はあるはあるんだけど、せっかく筋トレするならタンパク質もちゃんとね取ってムキムキになろうっていうことで買いました。でね、プロテインの飲み方って牛乳で割ったり豆乳で割ったり水で割ったりっていろんな飲み方があると思うんだけど、私は水で割ってます。やっぱね、牛乳で割った方が絶対美味しいと思うの。これさ、チョコレート味？エクストリームミルクチョコレートフレーバー。なんかチョコレート味なんだけど、絶対さ、牛乳で割った方が美味しいと思うんだけど、やっぱり牛乳もカロリーが高いからさ、そう、水で割って飲んでます。全然ね、水で割って飲むのもね、美味しいよ。これね、味が結構濃いんで、満足度がある。まあ本当に筋肉に変わるのかはわからないけど、まあ気休め程度に飲んでるんだけど、すごい美味しかったよっていうのをね、紹介したかった。ということで、以上5月のお気に入り紹介でした。コスメは少なかったり、いろんな食品だったり、変なものだったりってね、結構いろいろ紹介しちゃったんですけれども、気になったものがあったらぜひ皆さん使ってみてください。これは本当におすすめなんで、髪の毛長いみんなはね、ぜひ買ってもらいたいです。ということでね、6月は梅雨に入るのかわかんないですけども、雨とかね、暑くなったりとかで体調崩したりとかする方いると思うんですけれども、皆さん気をつけてコロナに負けないように頑張って過ごしていきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。